でございます。新年最初の提言の広場の時間です番組をご覧の皆様今年もよろしくお願いいたしますさて新しい年を迎えまして今日はスタジオに山形経済同友会から3人の代表幹事にご出演いただきました皆様に現在の社会情勢を踏まえ2023年の県内経済などについてお話を伺っていきますご出演の皆様です 山形経済同友会代表幹事で株式会社電力代表取締役社長鈴木隆一さんですおはようございます同じく代表幹事の株式会社ジョイン代表取締役武田義和さんですおはようございます同じく代表幹事の前田製菓株式会社代表取締役社長 前田直之さんです。おはようございます。皆様今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、コロナ禍の中、行動制限のない年末年始となりまして、県内の観光地や宿泊地なども賑わいを取り戻してきている感があります。 一方で、原材料価格の高騰や円安の影響、そして第8波と言われる新型コロナの感染拡大など、取り巻く環境はまだまだ厳しいものがあります。そうした中、皆様には早速、今年の県内を展望するということで、2023年のキーワードを挙げていただきました。こちらです。鈴木さんが希望を高く掲げよう。 武田さんが観光立県山形前田さんが人ということですお一人ずつ詳しくお話を伺っていきますえまずは鈴木さんはえ希望を高く掲げようとされましたけれどもどんな思いからでしょうかはい、えー、希望を高く掲げることでこの大変動期をあの乗り切ることができるというふうに考えてこの言葉を選びました、はい 物事がうまく運ぶから希望を持てるということではなくて希望を高く掲げて積極的に行動するから環境が好転していくとそのように考えてですね行動する年にこの2023年していきたいというふうに考えております。公益遮断法人経済同友会が 12月に行いましたアンケート調査によりますとこれから企業経営で大きく影響を与える要因として3つ挙げておりました1つが資源・原材料高で2番目に為替の円安そして3番目に人員・人材不足というそういう結果でございました私どもの事業所でも同じように捉えております で、2023年はこうした課題に対して各企業が本格的に対策を実施する年になるというふうに思いますともすると変化の対応に追われて経営者右往左往しがちなんですけれども<ー>その場しのぎの対応ではなくて現在の事業のあり方を大きく転換していくチャンスと捉えてですね、行動したいというふうに思います 新型コロナ感染症につきましては、えー、観光、イベント、仕事などのによってです、ね、えー、人の往来がますます増加すると、そのことによってビジネスチャンスが増加するものというふうに思います。一方で、今が一番厳しいという業界もありますけれども、うん、希望を高く掲げて頑張ってほしいと、まあ、そのように思っております、はい、ありがとうございます。 前向きなお言葉をいただきましたけれども武田さん今あの鈴木さんからはやはり資源原材料高円安そして人材不足という話もありましたけれどもこの辺りの実感いかがですかおっしゃったように厳しい一番まあ影響を受けているサービス業でも増収には転じているんですが、うん、やはりこの。 原材料費の高騰、人件費の高騰、それで、えーまあ、利益を確保していくのはなかなかこう厳しい状況にありますがここを本当に志を高くあのチャンスをとらまえて商品開発とかあるいは付加価値のサービスを提供していく方向にか、まあ、舵を切る勇気も大事なのかなというふうに前田さん、いかがでしょうかはいあの物価高という話があるんですがやはり あのもちろん作り手さんから、流通関係の方、消費者と、まあ、みんなでこう負担しなきゃいけない部分、当然あると思うんですが、うん、ただ一方で、やはり日本のさまざまなサービス、もののや、えー、価格は、ですね海外のところでは安すぎるってうんですかね、1>, えー、1円でも安ければいいっていうだけでなくて、やっぱりその価格以上の付加価値といいますか、そういったものに対してお金を払っていただけるように、我々企業としても、まあ、努力しなきゃいけないですし、まあ、一消費者としても、そういうことにあのもうちょっと目を向けなきゃいけないかなというふうに考えています。なるほど 続いて武田さんのキーワードが観光立県山形ということですがどんな思いからでしょうか、はい、国内もようやくあのウィズコロナという認識に、えーまあ、が広がってきてですね旅行支援策等も功を奏して、えー、国民の観光意欲度が相当アップしているという状況でございまして。 この観光需要の拡大というのは山形県の産業振興にににととって大変な追いいい風るう思ます、まあ、ご存知のとおりあの観光資源については大変その豊かさでは国内のトップクラスといえるこの山形ですがね、えー、観光に行ってみたい都道府県のランキングもあの数年前より随分上位にランキングされるようになってきてま,あまだまだ伸びしろはあるというふうに 感じております今後新しいこの観光コンテンツやあるいはこのインパクトのあるこのツーリズムを作り出,さ作り出すことによって、まあ、この豊かなこの資源を生かしたより高付加価値なサービスを提供するその環境が整えば、うん、さらにこの魅力度もアップしていくというふうに思います。その伸びしろという点ではではすね まあインバウンドはもちろんのことですけれどもやはりロングステイのの観光誘致とといいいうううキーワーワドににななってくるかなというふうに思います、えー。県内の観光スポットから、えー、豊かな食あるいは芸術文化があるこの街中への加遊、えー、そして山形の暮らしなどをこう融合させるローカルツーリズムを作ってこう発信することでですねまず他県,他県との差別化を図っていくと。 それにはまあ二次交通網の整備などのインフラの整備も大事ですけれどもやはりこのじっくりこの山形県内を移動体験していただくようなこうストーリーがあってプランがあって結果そういうことに響いたお客様はですねあの山形県面で経済をこう潤していくようなことにつながっていくというふうに思います。本当に何がこうフックななるかかかわららい時代ですから この山形の強みというものをこうイ,ンパクトにインパクトあるこの形にしてですね発信することでさらににビジネススチャンスというのは広が広っってていいくのかなとううふうに思っておりますそれにはまず県民が山形の強みを再発見再認識するということがとても大切で何といってもこの住んでいる地域に自信を持ってですね郷土の素晴らしさを語れる人が多くいるということがそもそものポイントになると思うんです。 観光は光を見に行くことなので旅先で出会ったこの人その人と人との,この良質な関係性というのはですねまあリピーターにもつながっていきますしこの口コミの拡充誘致にもつながっていいくと思います暮らすようにこう旅ができるその山形の魅力というのは観光立県として山形どん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 際立っていくというふうなことにつながっていくと思います。 そして前田さんのキーワードですが人と挙げられましたこれはどんな思いかからでしょうか、はい、あの先ほど鈴木さんの話の中にもあの人材不足ということばがありましたけども日本の人口全体がどんどん減少していく今時にあの地域間でうちの地域に生きてほしいと取り合いをしてもこれはトータルでやっぱりいい,あのいいことはないんだろうなというふうに思っていましてで世界全体を見た時に人口が増えてるといる中でやはりその外国人人材 もはっきりも言えば、も移民のことについて、やはりきちんと議論する。あ今段階じゃないかなという風に感じてます。で、うん、もちろん文化であったり宗教だったり、様々なのが違う人たちを受け入れる中で、この山形がそういう環境整備ができているかというと、まだまだ不十分だという風うに思いますし、ある意味山形だったら行ってもいいよ。と。 まあ先ほど、インバウンドの話ありましたけど、その中で、ここに暮らしてみたいなという人、これを日本人、外国人に限らず来ていただけるようなあ時に、特にその外国の方が住める、住んでもいいなという環境整備というのは、きっちり議論しなきゃいけないかなというふうに思ってます。あと、同じようにですね人材という意味では、やっぱり人材育成ということも今年大きなキーワードになるというふうに思ってまして。 もちろん人手の確保というのも重要なんですけれども今いる社員の方のスキルアップであったりあの今流行りであるそのリスキリングですかあのもう一度学び直しということについてもやはりそういう人に対する投資というのをしっかりしていく中でトータルの山形の力をポテンシャルを上げていくという意味で今年はその人というのがキーワードになるかなというふうに感じました。なるほど 鈴木さん、まあ、全国的にもその人手不足が言われていて地方は特に顕著かなと思うんですけれどもこの辺りに関してはいかがですかそうですねあの人手不足とそれから人材不足っていうのがあってですねやはりこれから企業があのデジタルトランスフォーメーションにあのこう力を入れなきゃいけないという時にですね そちらに強い DX に強い人材というのがどうしても少ないものですからなかなか進まないんですけれども思い切って人への投資をしてです、ね、リ,スリスキリングをあの実現することが企業の大きな課題になってきてるといるうう、うん、皆様にはここまでキーワードをもとに今年の県内経済を展望していただきました。 さあ、続いては山形経済同友会の活動に焦点を当てたいと思いますえ、今年度は3つの重点課題を掲げて活動をされています。若者を山形に引きつけるデジタルグリーンイノベーションの加速。 SDGs 経営の推進この視点に関して今年度ここまでを振り返りつつ評価していただきたいと思いますしあるいは課題があるとすれば今後の取り組みに向けてお考えをお聞きしたいと思います鈴木さんいかがでしょうか、はいえー、SDGs 経営の推進ということをテーマに掲げておりますが、えー、経済同意会の月例会においてですね 約10分から15分の時間枠を設けまして、はいえー、会員企業一社に、えー、自社のその SDGs 経営についてあの発表していただくというような活動をしております。うん、あの例会場のスクリーンにあのデータを上映していただいてですね説明をしてもらって、うん、まあ,あのその企業が 環境問題題や社会課題の解決にです、ね、どのような考え方で取り組んでいるのか、どのようにまた具体的に行動しているのかというようなことをお聞きしているわけですけれども、あの聞くたびに思うのは、この情報によって、ね、他の会員企業が、よし、頑張ろうという気になってもらえるんじゃないかということとです、ねあの、企業間で新たなあの連携があるの 起きたらです、ね、とととててもいいいことじゃないかななか、うん、そんなふうに思っておりますあとはあの私どもの看板,看板事業であります「提言の広場」の番組作りにおきましても社会課題とか地域課題に取り組む企業とか自治体団体個人の活動を繰り返しご紹介しておりまして県民が SDGs についてです、ね、関心を高めていくそういうあの情報になっているんではないかなというふうに思います。 またあの、未来輝く山形景観賞も大変重要な事業ですけれども、例えば昨年あの賞を受賞しました、酒川歌舞伎とか、酒田日和山おば太郎というような作品はあの、伝統文化の継承による持続可能な地域づくりの大変いい事例じゃないかなと、そんなふうにも思います。えー、企業が SDGs 経営を行うううとというここは、えー、新たにこう 新事業にですね挑戦するあのチャンスとなりますし、今後 S.D.G.s 系というのが新規取引の際の条件になってくる、銀行融資の条件にもなってくるんじゃないかと、そういう,ふうに思います。また S.D.G.s 系について、えー、学生の方は大変あの関心が高いので、えー、就活の際にですね非常に 強い志望動機になってるんですねですから優秀な学生を採用するそのためにも大切じゃないかなといううに思います、えー、SDGs 経営をする企業がですね山形に増えることが大変重要だというふうに思います、はい、ありがとうございますそして武田さんはいかがでしょう重点課題の評価に関してははい、あの若者を引きつけるという重点課題なんですけれどもこの課題はま全国 まあ地方都市共通の重要課題でさまざまな行政の施策であったりとかですね企業側も魅力あるこの働,きえ働,き働き場の提供であったりとかです雇用の創出に取り組んではいるんですけれどもまあそもそもこの若い世代の人生観とか価値観がだいぶもうえ変わってきてますしコロナでさらにそのそのえ激変していると思うんです。 Z 世代といわれる世代の考え方って本当正直私あのついていけない時もありますしですね、えー、ただ企業としてえ採用はもとよりですね、あのー、社内での世代を超えてえいいコミュニケーションが取れるようなえ組織風土の改革にわざもう火を投じて取り組んでいるあたりそこら辺を外向きに発信しながら、あのー、その会社のその あの環境が整っているということを PR しているとえ今の若者というのはやっぱりその会社のビジョンにいかに共感できるかとかですねそこで自分がどれだけ成長できるかとか要するにあの自分ののキャリアアップの場所を求めていると思うんですはいただ山形にはこう未来を見据えてもう先進的にイノベーションに取り組んでですね 新規軸を創出している企業が本当にたくさんあってそこの PR はもちろんですけれどもやはりこの民間企業と大学とそして高校がうまく連携を図ってですね若者と企業の間に相当の溝が今まだあると思うんですがその日常的かつあの継続的にその企業と若者があの,の接点を増やしていくということが重要だと思います。 えー、そういう接点づくりというわけでもないんですけれども今ある高校では本当にあの先般あの山形東高の生徒さんたちがうちの会社に来ていろんなこの情報交換なり意見交換なりして、うんえー、行かれましたけれどもそういった探究学習の支援またあ山形経済同友会がサポートしているその山形 AI 部の活動支援などですね 企業,企業が教育に深くやっぱり関わっていってそのある意味ちょっと表現はあのどうか分かりませんがあの投資をしていくそういった姿勢が大切になるというふうに思っております。あの今月ですね、はいえー、実はあの全国高校生マイプロジェクトアワード、はい、その山形県サミットですね山形県大会が開催されます。 えとこれはですね全国1万6,000人を超える高校生が参加する実践型探究学習アワードで3年前から弊社そして山経済同友会の会のの員企業の方々がサポートをしております2年前にはあの山形県の代表の高校生がですね全国のファイナリスト6名に選出されたという実績もあります。 あの高校生という,もう社会に出る前の最後の大切な時期にですね地域課題と向き合って地元企業あるいはあの行政と一緒にその課題を解決しようとする取り組みなのでその取り組み自体がまあ共同愛を育むことにもつ,つながりますしえこ,れこのプロジェクトの効果は大変大きいなというふうに思っております。 これは継続的に支援して参りたいというふうに考えておりますはい、ありがとうございますそして前田さん、えー、重点課題の中のデジタルグリーンイノベーションなんですけれども酒田市で山形経済というか移動例会も去年開催されましたまあ、脱炭素に向けた動きを視察したわけですけれどもこの点に関していかがですかはい 今酒田港ではです、ね、カーボンニュートラルポートに向けた協議会というのが進んでおりまして単に今、計画されています湯沢,町あ湯沢沖と,あと酒田沖の洋上風力の基地というだけでなくその港が持つさまざまなポテンシャルを持って 脱炭素化というのをどう進めていくかという話をしておるんですがあのそれを実際にどういうかの皆さんにご覧いただ今の現状をご覧いただいたということは非常に大きかったなというふうに思いますただやはりあの、まあ、例えば EV 電気自動車の電気であったりあるいはその水素アンモニアであったりじゃあそれを作るときの CO2 排出っていうのはどうなんだろうかという,うその、えー、おもとのところまでやはり思いをはせる必要がありますし、えー、単にこの CO2 排出量を減らすだけでなくあの吸収 を吸収量を増やすという意味でやっぱり山形県はあの広いこう森林もありますのでそういった資源をどう活用するかという意味で単に港の話だけでなくやっぱり全県として CO2 排出量をどう減らすんだということを考える、まあ、そういうきっかけになればなというふうに思っておりますそしてデジタルに関してはいかがですか。はい 今、ですね政府が推進してますデジタル田園都市国家構想という一環の中で昨年夏にですね夏のデジデン甲子園というイベントがありまして各地のそういう DX の取り組みを競うコンテストがあったんですけども実装部門の中で中核市で の部門では山形市の今回、山形 AI 部がベスト4に入りましたし、酒田市においては、飛島のスマートアイランドプロジェクトというのがなんと最優秀、内閣総理大臣賞をいただいたということで、非常に全国からも注目されているかなと、この山形がですね、いいう,うに思いますただやはりあのデジタル化というのは、あくまでこれはもう目標ではなくて手段であって、やっぱりその中でそれを使って、どういう新しい生活をしていくのかと。 いうことがやっぱり大事だと思いますので、まあ、先ほどの山形 AI 部で学んだ高校生たちが将来また山形に戻ってでこの山形の未来のために活躍してくれる場というのができればなというふうに思っています。はい 今山形 AI 部というお話もありましたけれども実はですね先日山形経済同友会の検証事業であります明るい山形 MVP 賞が発表されましたえこの賞は活動内容が優れ県民に最も明るい話題を提供した個人や団体に贈られるもので同友会の会員の皆様の投票によって決定されます。その結果 2022明るい山形 MVP 賞には山形 AI 部運営コンソーシアムが選ばれました高校生に AI を学ぶ機会を提供するデジタル人材育成プロジェクト山形 AI 部それを運営するのが三学館連携の横断組織である山形 AI 部運営コンソーシアムです。 立ち上げから3年目を迎えていますが多くの産学館の団体が参画し高校生を対象としたデジタル人材の育成を行っていること山形だけではなく全国的な広がりも期待できる取り組みだということが評価されまして去年、東北経済産業局が実施しています東北 DX 大賞支援部門で最優秀賞を受賞しました。 そして、今回の MVP 賞の受賞も AI 人材育成とともに若者の県内定着就職を促進している点などが評価されたものです。前田さん、はい、山形経済同友会もそのコンソーシアムのメンバーではありますけれども現在65の法人団体が支えている活動になります。今後の展開をどうう考えなんでしょうか。はい あの3年目を迎えまして参加される高校の数もだんだん増えてきておりますし今,今回のようにあの県外からも高く評価されているというのは非常に嬉しいことなんですけどもこれ本当に全県あの山形全県の取り組みにするという中で先ほど65とありましたけどもっともっと多くの方にこの取り組みに参画していただいて1つにはですねやはりあの地元の高校生が 山形にどういう企業があるかというのをもともとなかなか知らない知る機会がないという中でえもう高校を卒業してすぐ就職する子どもたちないしはえ大学進学してから就職するといった時にあそういえばこういう企業もあったなというのを思い出していただけるようにやっぱり我々が直接高校生にですねいろいろ触れ合う機会という意味では非常に大きいと思いますしそうですね今後はあのまあ高校生だけでなく一般の女性の方にもあのー この AI のスキルをですねあのカリキュラムを提供することで山形全体の DX の,の底上げといいますか稼ぐ力をこう底上げするためにということで展開していきたいなと考えていいまますす、はいはい、ありがとうございます、えー、皆様にいろいろとお話を伺ってまいりましたけれどもでは最後に改めまして、まあ、新年にあたり皆様から今年の抱負を一言ずついただきたいと思います。えー、鈴木さんからお願いいしますははいえー、私の抱負は えー、もっとと深いふるさと愛を育むことです山形経済同友会の存在意義とは何かというふうなことを考えた時に提言の広場や景観賞 SDGs 系などの活動を通じて私たちが地域の人々を愛することそして私たちのふるさと愛によって幸せな山形をつくることだというふうに思います。 今年二千二十三年は。ええ、ふるさと愛が山形経済同友会を活性化する。愛が山形を活性化するという希望を高く掲げて、前進したいと思います。武田さん、いかがでしょうか。はい,い。人口減少、若者流出が止まらない状況下で。なんとか将来的な、あの、生産性を維持していくためにもですね。やはり、イノベーションをこう、起こしやすい。 環境づくりそしてスタートアップを支援する官民連携の取り組みが必要不可欠であるとともにですねやはりこの世代間のさまざまなギャップというものは埋めていかなければならないなというふうに感じております。今後この若い世代の,この経営者の方々にももっとこう地域課題の解決に参加していただきこう垣根を越えてディスカッションできるような環境を一緒に整えていきたいというふうに思います。 自分たちのの地域の未来ををくっていいと思いをですね共有共感できるような地域連携の新基軸を作っていく、まあ、そのハブ的な存在になりたいというふうに思っておりますそして前田さんお願いします。はい 昨年、初めてこの代表幹事というお立場をいただきましたで山形市中心ではなくやはり全県オール山形でという中で昨年は酒田省内のところに皆さんに来ていただいたりあるいは日本海側の現状を皆さんに知っていただくという活動ができましたけれども今年はそうですね最上地域であったり大分域であったり あのさまざまな皆さんの活躍を同友会の中でもご紹介すると同時に、えー、同友会の活動が全県にもっともっと浸透するようにですねあの本当にオール山形また飛び回って、えー、頑張って頑張っていきたいなというふうに思います。はい、今日は年頭にあたりまして山形経済同友会三人の代表幹事に2023年を展望していただきました皆様今日はありがとうございました。ありがとうございました。